はい、こんにちは。今日は家が老朽化してきたので、結構雨漏りが、まあ雨漏り家の中はしてないんですけど、おそらく、雨漏りしてると思うので、なんかね、天井にシミができてきたので、まあ、大量に持ってるわけじゃないんですけど、なので屋根の修復しようと思います。一応ね、もう一回上がって、掃除は軽くしたんですよね。ガターが、バイ、ガターにもうすごい葉っぱが詰まっちゃって、水が流れなくて溢れてなんか漏れちゃうみたいな。なのでそれを直します。でね、まあまあ登ってみたら、実は腐ってて、鉄のまあドレインじゃないですけど、水流れるところがね、それで、雨漏りしてると。今日はね、それを、カバーしていきたいと思います。本格的にやるのはちょっとやめようかと思ってます。この木のせいでね、葉っぱがすごいんで。自分実は高いところが苦手なんで、こんな感じ。ここはね、もう掃除したんですよ。でドライになってるんで大丈夫です。高所恐怖症なんですよね、自分実は。これですね。これがね、腐食しちゃってんですよ。で、屋根裏に雨が滴り落ちると。これを、この上からもうカバーしようと思って。もう乾燥してるんで、もうあとは錆びてもいいかなと思って。本来ならこの鉄の部分を全部取り替えるという作業を多分やると思うんですよね。でね、これ多分プロに任せると、おそらくこれ10、まあ、1000ドルぐらいは優にいくと思います。この素材自体が結構高いんで、いいやつ使うとね。なので今日はビニールでやります。前にね、ちょっと補強したんですけど、これで前はね、ほんとここだけだったんで、前ってまあ2、3年前ですけどね。今日はもう全部上から引き直しそうと思ってます。高いところ嫌いなんで、とにかくそれが心配です。一応怖いんで、命綱つけてます。怖いな。命綱頼りになるの？なるなる。色の沈まん、完璧だこれ。どこに、どこに繋がってんの？煙突？煙突。煙突取れちゃうんじゃないの？これたら死んじゃうね、これ。家も壊れちゃう。大丈夫、大丈夫。
今日はね、屋根チェックで一日終わりますね、きっと。こんなもんかな。ランクルちゃん、屋根のね、塗装がちょっとひどいんですよね。これも直さないと。高いとこ怖いな。あとはこれだね、これガターのフェンス、ガターガード。命綱外しに行かないと。ね、終わりました。これがガターガード、この網ね。これでもう葉っぱが入らないです。この上の葉っぱが落ちてこない、来ても平気、ね、でこっちも完璧これね。これでもう雨が降っても雨漏りしません。こっちもね。以上です。ご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン。今日はね、こんな動画なんで役に立つかどうか分かんないですけど、瓦屋根の家も、あんまり少ないのかな今は。でも、瓦屋根の、うちもまだあると思うんで、もし修理とかする方が自分でしたいなと思ったら、参考までにお金がかからないでやるものでした。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。